CE-20 は、インドが開発中の液体水素、液体酸素、ロケットエンジンである。CE-20 エンジンはインド宇宙研究機関の傘下の液体燃料推進システムセンターで開発中である。GSLV Mk III の上段に使用される予定である。インドにとって初のガス発生器サイクルによる液体水素、液体酸素、ロケットエンジンである。CE-20 はインド初のガス発生器サイクルによる液体水素、液体酸素、ロケットエンジンである。エンジンは 200kN の推力を発生するが、通常は 180kN から 220kN で調整できる。燃焼室は液体水素と液体酸素が6Paの圧力で混合比は 5.05 で燃焼する。エンジンの推力重量比は 34.7 で、非推力は真空中で444秒である。ISROは2015年4月28日に、Mahendragiriの試験施設で長秒時の燃焼試験に成功した。2015年7月16日に CE-20 は、MahendragiriのISRO推進施設で800秒間の長秒時燃焼試験に成功した。この燃焼時間は飛行中のエンジンの燃焼時間のおよそ 25% 以上に相当する。2008年時点で、補給レベルの試験は完了し2010年半ばに実際の状況に近い状態での試験を予定している。異なる種類のロケットを打ち上げるための設備の準備は完了している。エンジンの使用は LPSC の発表に基づく。ありがとうございます。